い、お疲れ様です。マッピーです。もうそうやっていくんですけど、リーダー使用率トップ5に龍敵おらんやないかいということで、龍敵使います。今回この龍のルシファー入れた花鳥風月ですね。でこの龍のルシファー、ルシファーが10日解放で神属性と龍属性の姿手に入れたって話なんですけど、龍属性のこのルシファーがですね、四季折々持ってまして、花鳥風月で使ってくださいっていう性能なんですよ。で神と同じように変身スキル持ってて、で花鳥火星月っていう風に上から2400、3000、2800、2600でそれやった後にルシファーに変身すると、まあ、一旦でね使えて、で変身後がこちらですね、アタック 1.1 倍になり、相手のキャラゴマのアタック 10% デバフするっていう方向スキル、これ永続ですね。永続で使ってくれるんで、まあ、早めに引いて変に置ければね、普通に強いかなという気がしますね。でコンボスキル自体は変身前と変身後、まあ、変わんないと、まあ、変身前の段階でね、あのコンボと変身後でこれ一旦しか効かないから、まあ、ほとんどあの使う場面ないよねっていう感じだから、コンボスキルはねもう全く同じなようになってます。あでも一応名前だけ変わってんのか、名前だけちゃんと変わってるね。うん、まあ一ターンで変身するからな、あの使うタイミングほぼないかなとか思ってるんだけど、まあ氷結とかされたら、違うか、氷結とかされたら一応コンボ前のこのリガートルで見れるかもしれないんですけど、まあコンボは一緒ですよということで、このデッキでやってきます。はい、早めに引けたら強いんじゃねえかな、まあ、早めに引けなかったとしても雑に出して、でまあコンボは最大3600遠征で出せるって感じなんで、まあ使ってみてって感じかな。悪くはないと思うけど、お早速プロフィールにルシファーのが来ましたね。よしよしよし、さあ今日はルシファー会ですよって言っても、花鳥風月で使ってくださいとしか言いようがないこの性能だから、特にね変わんない正直。ただこのデバフの部分、この対面効きそうだな、早めに引きたいな。相手バフなんでね、ルシファー来いや。まあ、神のルシファーとかはさ、やっぱ神属性単一デッキっていろいろ組み合わせがあると思うんですけど、言うてもこの花鳥風月専用スキルなんで、四季折々っていうのは、だからなんか構築の幅自体はそんなに多くないよねっていうところはあるんだよな。さ、花響きの方が火力出そう、行ってきます。これ響きいっちゃって、で次ルシファー引いちゃおっか。一応睡蓮引いてるけど、変置きルシファーやってみたいな。地味に効くはずなんでね、デバフとバフ、うん、地味にやってくれる気がする、まあ、1.1 倍もいいですし 10% デバフするしって感じで、あとデバフってのが意外と良くて、花鳥風月の苦手なバフタイム見れるっていうだけじゃないんですけど、なんだろうな、あ、お、効いた効いた効いた、本当に効いた本当に効いた、あざ、しかも鳥だ、あ、鳥これ結構軽出るな、3000、あ、めっちゃいい、完璧完璧、あ、最高最高、これ本当最高。そう、花鳥風月自体ね、やっぱ色を貯めないといけないから、こういうね、あの元々あった例えばゲーボルグとか相性いいんですよ。デバフっていう部分はね結構相性いいと思います。はい、でさらにバフも加わっちゃいますよってことで、永続でやらせてもらいます。さあ来ました、あー、はい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 、一回こうしますか、色揃えようと、うん、エキドナ育ちにしよっかな、言うてデバフ効けてるし相手バフたけてないんでね、C6 に守護者だからあんま強くないんじゃないかな、てか、うん、麦とかミューズとか来てないし、どうでしょうか、うん、なるほど、オッケー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 、結構ゆっくり来てんな、ノロマ進行だ、ありがてえ、来い、リミエット、風行け、エキドナ、あ、最高最高、こんな最高な手駒周りあるか、あー色もめっちゃいい感じです。よし、で地味に 10% のデバフ効いてるでしょこれ、そんな涼しい顔してるけど絶対嫌でしょ 10% のデバフ、あとこの 1.1 倍、地味にいいよ、 OKOKOK、 あ、クラニの火力ちゃんと落ちてんな、本来だったらこれ3000超えるんですけど、ちゃんと効いてるね、まあまあビビたるさではあるけど効いてることには違いないってことで、さ、ここも月貯めつつ、 OK、 雷撃いいですね、この雷撃のこのぶち抜き効果でね、シェムキリもぶち抜いたけど、これ2手耐えれそうだな、ルシファー強いな、まあ、ミューズ来ても大丈夫かな、はい、ミューズ来る、本当に来るか、まあでも多分耐えれる、全然耐えれる、これリミット打とうで、次で飛ばしたい、はい、作戦開始、カモン、最高、鳥素晴らしい、オッケーオッケー、もうこれ鳥リミット言ってあげて、次ぶっ飛ばすわ、はいはい、最高最高、マジで最高、よし、飛ばせるもんなら飛ばしてみんしゃい、ルシファーの 10% デバフが迎撃するぞ、チャンジロー、まあでもこれ大丈夫です、さすがにね、さすがに余裕、よし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 、
まあ、これコブとかあのいろいろあるけど問題ないですね。はい、あーもうめっちゃいいね今日。色の揃い方100点だったな今の。最速でルシファー持ってたし、おーこんな素晴らしい試合を一発目から見せられたの最高だな、さすがルシファーだ。よーし、うん、まあ、最速で置ければ普通に強いね。地味にバフも仕事してくれた。あとコンボはちゃんと強いんで、まあ、最速で置けなくてもってところはあるかもしれないんですけど、悪くはねえ。さすが超ゴマだな。こういう超ゴマの透過解放とかってさ、結構微妙な性能になったりすることってあるんですけど、ルシファー結構いいね、悪くない。さあキングは一人この俺だ。あ、これどっちだ。最近俺が見てるブルーロックかな、あのバローっていうキャラがいるんだけど、そいつが結構俺様キャラっていうか、キングは俺だみたいなキャラなんだけど、それのことかな。俺結構好きなんだよねバローのこと。なんだろうな、そういうビッグマウスキャラとか俺結構好きなんだよね、アニメとかに出てくる。あーちょっとフェルノとオピ、ちょ一回色見るか。はい、花びら、まあいうーん、まあまあ高校引いてるんで、相手ショットフェイルノートでしょ。まあうまいこと風とか引いてったリーサルずらしてってリミエット待ちたい感はあるな。はい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 、まあまあまあ高校ってのはいいと思います。はい、リミエット引いた。色はよし、いいっすね。オッケー、鳥確保よし。でこのティルートも自分の色の数が2枚の時に2200っていう火力出せるんで、めちゃめちゃいいからのからの、あーまあエズ3枚ね、了解了解。フェイルノート、フェイルノートとビブだ。ビブってことは金馬はなさそうかな。234なさそうだと思うけど、オーマイガー、色が1800か。オッケー、軽く出しますわ。よいしょ、リミットまだ出せねえな。でゲイボルが欲しいな。世界で一番ゲイボルが欲しい今。あ、強っ、ゲイボルが欲しい。いいて、しかもなんかプラス2だけ振ってる。あのバイス出せるように調整してますね、しっかり。はい、あー微妙ですね、これまずいな。これしかも今ね、色によってリミエット出してもよかったんですけど、この止まり方だとリミエット打てねえな。やばい、ご利用されそう、きついきつい、これちょっとご利用されそうだな。ワンチャン、いやでも今リミエットさすがに弱いか、今の打っててもしょうがないな。アンチールか、きつ、これボルグ引かないとマジできついな。頼む、ボルグ、ボルグ、アベルか、花、しかも色が弱え、キーチー、まだアベル打つか。よいしょ、キーチー、B さんゾッと打つべきだったな、結果論だけど、しゃあなしだな。いて、めっちゃゴリゴリくるやん、これゲームログマジで欲しい、世界で一番欲しい、世界で一番欲しい、頼む、世界で一番欲しい、頼む頼む、ゲームログ、ゲームログ無理か、きつ、いやーこれもうリミット出すか。これちょっと300許容して、いやでも言うて耐えれねえな絶対、無理だー、これ次飛ばせねえか、全然軽く足らん、12370もある、まあしょうがねえか。いやこれしゃあなしだな、ちょっと色の揃え方も悪かったし、途中ちょっとのぺっとした動きになっちゃったな、これとんまいだな。普通に点結えぐいな火力の出し方、ちょっとショットフェルノとクソ強かったわ、ウィブもどんまい。いやこういう速攻できると神デッキってマジで強いんだよな。 S ゴマ早めに出して、その後なんか執念メイティスとかで HP 減らしててみたいな、これめっちゃ強いよな。で実際花鳥風月ね、その辺のスキル止めれるキャラいないんで、回復とかバリアぐらいしか、実際これ多分対面的に不利なんかな。ボルグ引いたら変わりそうだけど、キーチー、はい、おお今日はいろんなデッキに当たるな。神タンだの、点結だの、マニアか、マニアなら勝てるんじゃないかな。あ、しかもこれ風で現実引くのマジで最高、初手最高です。
はい。で、課長よけって意外とそういう変音機スキルとかあんまないからね。エキドナとかスイレンはあるけど、それが意外とあんまりないから、うん、ルシファー1枚入れるのはありかもしれない。全然ありかなって思う。初手ファビオ。ルシファー2体内に行こう。ダメか。なり打ちしとくか。B さんだと A2 マニアからグノーとか来られたら嫌なんで、マニア見たら成り打ちしようかなっていう持論、これ持論です。でこれマニア来るでやろう。おお、まだ打たないか。 OK ね、一旦ステイね。でここですよ。いらっしゃい。あー微妙。あー色も微妙。まあいや、スカレット打ちますか。よいしょ。ほい。まあ、スイレン打つのもありだったけど、ちょっと一回鳥マークはつけとこうかなっていうか、普通に今の鳥結構強いからね、今のタイミングの。火力結構出てたからね。まあ、そうするよね。オッケー。許容。いくらでもそういう風に火力出しな。カモン。月。あー、リメットか。まあ、鳥引けるのはいいっすね。まあ。オッケーです。ゆっくり行こう。リメットの回復も残ってる。大丈夫。焦んな。穴ごま来る。カチョフ対面で撃つ罠だから、まあ、十中八九。おお、ラッキーじゃん。花びらいいですね。これ次、角来ることも意識したいんだよな。これ相手目線右上 X どう思う。これ E3 打たれて右下 X 警戒するかな。うわーむずいなここ。いや円を打とう。これ取っちゃいますわ。で取っちゃって角から来た時にリュミエットで動線組める状況 にしときますか。ワンチャンそれで合流していける。うん、これでいい。問題ない。オーマイギャー、ロックか。まだ大丈夫。この段階のロックだったらまだいけるっすね。はい。お、ルシファー引いた。これルシファーフィニッシャー説あるな。オッケー、取り引く。これどうしよっかな。どこ打っても、つながれることに変わりねえのか、新しい動線。2ターン耐えそうだよな。じゃ、これ A3 いきますわ。B 中打たれた時に D に打って。あ、で火力高っ！強っ！これワンチャン次リメント飛ぶくない？月とか引いたら、うわえぐいな。やるじゃねえか。やるやんけ。来い。で俺も S5 万2枚引いててロックもう心配だから。おいさ、なんでお前2人ともさこういう風になっちゃうのねえ。なんで2人ともそういう感じ、意味わかんないんだけど。2人ともなんなくてよくない？それだったらまあいいや、こっち打つわ。いけどな、打ちますわ。これワンチャン飛ばせねえかな。いけ、お前の本気出せ。まあちょっと足んねえな。まあ大丈夫。リミのコンボ残ってで D6 打たれた場合ルシファーで飛ばせるはず。あ、でもこれルシファー風邪ひいたらやべえな。しまった、ルシファー風邪ひくこと考えてなかった。しまった、これルシファー風邪ひいたらやばい。やっべえ、ルシファーから打てばよかった。やばい、これやばいな。頼む、ちょっと頼む。あ、ニュース引いた。あー、危ねえ、鳥だった。怖えー、3枚ルシファーで勝ちか。あぶねえ。あぶねえ。てか、ニルスの方が火力出てたかも今。まあいいや、オッケー、勝ちだから。よーし、あぶねえ。忘れてた。そうか、ルシファーこれ風邪ひいたらやべえやんけ。なんで俺はリミットから打った。あぶねえ。絶対ルシからでよかったな、今の。マジでプレミコックとかだった。いや、コクとかってか、こいてた。あぶねえ。よかった。まあ。永続スキルでもありながら、一旦でも使えるって感じだから、結構いいスキルだとは思う。これなんかね、永続で効かせられるスキルってさ、例えば爆豪くんみたいな、早めに引いたら超強いんだけど途中引いたら弱いじゃないですか。ただルシファーの場合は途中引いても、まあ、雑に使えるんで、こういうのいいよね。変身ってやっぱいいな、なんか、うん、両面性があるっていうか。変身スキルいいね。まあ、ただ変身スキルってやっぱそのスキルの内容も変わるだけじゃなくて、なんか見た目とかも変わるんで、結構なんかコスト面は重いというか、変身っていうスキル自体を考えることが簡単にできても、なんだろう、そのイラストっていうかね、ビジュアルとかの用意があるから、
簡単には自走できないんだろうなとか思いつつ、ただそのルシファーをね変身で自走してくれたことは良かったんじゃないかなと思いますね。みんな嬉しいでしょ、ルシファーが変身して。変身するルシファー見たいでしょ。 OK、 アスリン来ます。アスリンからな。原子炉ワルト結構特殊削りしてきたな。で今回リュメット出勤率高いな、ありがてえわ。トゥルラ結構トゥルラも打たれるな。いてててててて、こい。アベルか、色は、あーいいっすね、よかったよかった。は、花鳥風月使ってて一番そのたじろぐ瞬間、この色ね、色地語ね。さあどうする、これ相手 S2 枚目ですね。銀白引いててトゥルラ採用か。はいはい、あ紙デッキかな、マデッキでその2体採用ってあんま見たことないかもな、最近だと。ボルグー忘れてたぜ、おめえのことをよ。これでもアベル強いし色染めに行くわ。一旦ワンクッション回復しておきます。ただこっから先の盤面進行ちょっと急いでいかないと HP 削りきれずに負けたりするから注意しないとな。これ多分カード来る、こっから先はちょっと注意が必要だな。うん、ここでグノ切るか。だったら D5 にボルグ貼ってあげて、右下 X に対して F3 信号だな。 E3 来る可能性もあるけど、ただボルグのタイミング的にはここがベスト。でしかも今月と思ったの地味に熱い。これボルね、ボルグね、コンボスキル鳥と月が2個あるとパフォーマンス上がるんですよ。なんでボルグ自身にね月が止まったのは結構高いですよ、ポイント高い。アイペトラ来ました、アイペトラ来ました。いてー、色オッケーオッケーオッケー。これ鳥だな、鳥優先的なし、リュメット鳥引いたら鳥ヒットもいいかも。鼻か微妙だな。いや、これリュメット打つべきですね。どっちか強力なコンボ盤面に残しておきたいですね。これ打つべきです。回復入れて火炎で、これでボルグかリュメットのコンボ残してワンチャン次で飛ばせる状況を作りつつ、アベルの火炎も狙います。一番打たれたくないのは左下 X だな。リュミ1枚返しで飛ばせる保証がない、こっちの手駒 OK で、これボルグのコンボあるから、これ鳥でいきたいな。でこれ花びらダメージが減るやん。でこっちの場合だったらボルグ一旦分ね、バリアが残るんですよ、ワンチャン耐えれる次。鳥あー、オッケー。もうじゃあスカーレットいきまーす。よーし、これっすよ、やっぱマジで色管理一番大事だな。であと地味にかゆくまると、よーしよしよし、花鳥風強い、理想の動きでした、マジで理想の動きしたわ。紙デッキだったね、ペトラもトゥルロもあったし、イリア&エリカもあった。よし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 、いいね。なんかあんま見ないけど、カチョフ強いよな、やっぱ。うん。ロイヤルバトルとかだったら見るのかな。活目せよ、天井でお迎えした周年夜行さん。あ、これ、周年夜行来るな、これ絶対。周年夜行来るぞ。マデキ来るか。ちょっとダメマス怖えな。来いや。あ、来いや、あ、全然関係ない。ソウルデッキでした。ソウルか。ガチでエリーゼ引かれるかどうかだな。ただ、OK。手駒にゲイボルグ、ありがとう。しかし無補正バフリーダーいねえな、もっとバフリーダー来てくれてよくない。あれかな、通り部コラボとかでなんかバフリーダーのに合ってるようなコマとか来たらワンチャン増えてくんねえかな。マジで環境バフリーダー少ねえよ、まあ、バフ補正はね結構いるんですけど。で地味にね高校引かれたのちょっと嫌なんだよな、この対面ちょっと嫌ですわ、ちょっと嫌です。よいしょ、取り出して、まあ、ボルグは優先的に変置きしたいんでこっち行きますわ。で、おい、3ターンスキル強いな、相手動き、リカルローナ来いや。あ、ニルスいいっすね、色は。あー、素晴らしい素晴らしい。オッケーオッケー、回復入れつつリミエットのあれですね、色の種にしつつ、でニルスの雷撃入れていきたい。次雷が光ってくれるといいな。光れ雷、
引かれ引かれ、うん、リュミエットに行くのか。それはちょっと理想じゃないな。リュミエット今出したくねえな。ニルス打つか、線の雷撃こぼれるけど。んで、どっち行こうかな。これワンチャン囲って一発受けるか。これちょっと受けてみるか、受けよう。相手ね、ソウルデッキだから、防衛手段がないんですよ。ちょっと受けますわ、これ。A3 にコンボ、なんか S 駒で切られるのが一番嫌なんで、A3 に。このソウル受けて、A2 とかから行こうかな、B4 来たら。あと、月が欲しい。俺に月をくれ。結構考えてんな。OK。ちょっとまんま強いけど、まあいいでしょう。で、これ A2 から行きたい。で、月欲しい。月。これリミット月と思ってくれてもいいよ。もうそのまま出しちゃうから。はい。月。あー、OK。いや、悪くない。これね、コンボ戦機解放なんですよ、マロリン。なんで悪くないです。これ色全部揃えてから次に見ていこう。よし。あ、OK。グッド。で、しかもバリア張ってるし、さすがに2て耐えれんちゃう。おお、OK。これ耐えれる。これ絶対耐える。で、これ D5 リメット行きたいんだけど、花か月にリメットが行ってほしい。頼むぞ。リブチ。待たせたね。あ、そう。ナイス。行こう。で、これ相手リメット取れない。次でぶっ飛ばしてやる。ふっ。俺から仕掛けるんだよ。よしよし、いいぞ。で、現状で、リュミの火力が、2750だ。霊魂、おお、曲、これ絶対耐える、ふん。霊力が足らねえぜ。いてー!1500。2600でしょ。今俺なんて言った？2750の4750。これ足んなくない？ 4750 これ足んないな、多分。こっちにしよう。危ねえ、これ足んねえわ。危ない。じゃあ一回回復しますわ。これ足んないよね。足りてないよね、今。こいつらがさ、1400と500じゃん。危な。これ足りてない。OK。これ一回防衛。でもこれさせないで飛ばせないでしょ、8109は。ソウルデッキね、霊力を放出した後はね、火力うんちなんで、絶対飛ばせないです。うい。うい、危ねえ、ルーシファー。花びら止まれ。あ、ダメか。まあでもこれ飛ばせるんですよ、もう。せっかくなんでルーシファー行きますか。これが石化風で飛ぶんで。その回復力を見せてくれ。うい、オッケー。いや、素晴らしかったな。今 C2 行く判断よかったね。A3 に S5 は切られたくなかったし。うん、死に行って、もうつなぎに行ってよかったな。素晴らしい。色の取れ方素晴らしかった。OK です。いいっすね。なんかこの勝てると思ってなかったな。もっとルシファー早めに引いて変置きっていうね、流れを組みたかったけど、まあ最初神タンでその試合をやらせてもらってるんで。なんかこれ、デパオラスさん。グーバン！なんだこの自己紹介。マジで、癖強いな、みんな自己紹介な。俺なんて対戦ありがとうございましただけですよ。こんな淡白な自己紹介でいいんですか？え？いいんすよ。試案来ました。来いや。よし、行けどな、引いたね。もうじゃあ、初手見ててもらいますか。初手なんですの？ファビオ。OK、マデッキだ。ってことは、最近、巷で流行りの試案会員ではないということですね。OK。で、スカーレットの月悪くねえな。よいしょ。X 出ればよかったかな。ちょっと、エキゾナ手駒にあったし、普通に言っちゃったけど、これ X でもよかったかな。相手視野だしな。まあね、手駒的に若干微妙である、俺の X、今の手駒。若干ね。あ、これルシファラ出すってこと？これルシファラ出すってことだよね。OK です。で、この3000の、これダメージかかってくるんですけど、これは全然強いですね。俺から火力当てる方が大事。で、永続でバフかけつつデバフもかけて最低限の仕事してもらおうか。で、エキドナ引いてるんだよな。受け持ち来るか。で、この進行 X 強いんだけど、ただルシファーね、あ、でも相手がグノン引いてるかどうかだな。 X 行かなくていい説もある。
この手駒くん、 X 行かなくていい説いきます。グノー怖いけど、いや今の受け持ちの切り方ワンチャングノー持ってんな。いやわかんねえな、もう変身した後だからこれグノー来たら激ヤバです。まあそう簡単にグノーなんて手駒に来ないでしょ。 OK バイス。でこれね、これについてはルシファーのコンボね、遠戦なんでもう余裕持って受けに行きます。でこれ風邪ひいてもいいよ、色すべて揃えようぜ。あー引かないのか、ここ引かないのか。じゃあこれ鳥打っときますわ。今鳥のタイミングですね、打つならダメージ返らないうちに鳥を回収しといて、で次風でルシファーのコンボつないで風伝説ぶっ込みのタクに行きたい。頼むぞ風伝説。3600火炎ダメージ出したい。でなんならエキドナの回復も含めていい感じになるんじゃないでしょうか。オッケーです、これ頼むぞ。風風風風風引け、よし素晴らしい、この風は素晴らしいぞ。よし風を感じよ、風を感じろ。オッケー涙乾かせこの風でな。よしよしよし最高最高、ルシコンボ強い。で地味にデワフも聞いてるぞ、地味にな。でどうすんのこのルシコンボ、受ける余裕あるんか。1066で回復1枚切ってんのか、防衛あるかな相手。エンリルー 12% 削りはさすがに強いね。あしかもそこ出ちゃうのか、えぐう。そこ召喚すんの、うわそこ出るんか。ちょっとよ花びら、お前のコンボは四季折々か。あどうしようかな、風で回復できるけど C1 ダブコンはきつすぎるな。可能性あるとしたら右下 X のダブコン耐えるしかねえな、多分それしかないかな。そこか B3、 あダブコンになるな、あ変わんねえな。 OK こっちだ、これで右下 X ダブコン耐えるわ、頑張ってそれしかねえ。そうだね、 B3 打っても C1 ダブコンだし3枚返しに抑えた方がいいよね。で右上 X リュミエットはエンリルつながるからきついよな、こっちしかねえな。で右下 X 来て召喚が C4C5 に来てくれる可能性もちょっとお願いします。あと C1 大丈夫かな、物理受けできないと意味ねえかな。うん悩んでるからこれ引いてなさそうだな、デガとか。おおおお来たんじゃないこれ、うんで来たんじゃないこれ、 C1 ぶち飛ばすルシファーで、で花か月、あ風、いやでも行くしかねえなこれ、こんなビッグチャンスもうめったにねえぞ。行け頑張れルシファー、ふふふ頑張れ、行けるぞお前なら。なあーちょっと足んない、ちょっと足んねえ。でもあれだ、バホメット打てない、バホメット打てないよ。ねんバイセ耐えるな、バイセ耐えれる、バホメット打てない、バホメット、あじゃあバホメットじゃねえわ。オッケーオッケー勝った勝った、あのペトラ打てない、よしよしよし、危ないこれ耐える、あーよしよし、ルシコンボ強かったね。あれもしな、今の花か月引いてればもっと先に飛ばせてたんですけどね。よし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 、いや F2 エンリルうめえわ、あれやられたな、F2 エンリルうまいね。右下 X 先にバイセ切られて物理ジニーがちょっと怖かったけど、さすがに召喚にかけるわけにいかなかったか、相手目線。まあまあでもよかったかと、危ない危ない危ない、マジで怖かった。 F2 エンリル強かったな、あれうまかったな、思ったより強えな。あ伊丹さんだ、これ絶対本物だって、戦2017優勝って書いてるもん。俺の予想言います、これギルガメッシュス、俺伊丹さんね、あの雷撃好きなイメージある、最近はこれギルガメッシュきます。これ当たったら高評価嬉しくお願いします。違った、火炎か、一番予想つかねえわ。これちょっとよろしく打っとくか、本物ですよこれ、本物です、よろしく。あお久しぶりです、お久しぶりです。このねポイズン凍土を見せつけ、なんと初手忍龍ですか、いいですねいいですね。でこれコンボ弱いんで、まあ縦取りから打ってあげますか、これ一発受けましょう。タコヤキ伊丹さん、久々に祭典でお会いしたんですけど、相変わらず元気そうでよかったです。トレードマークのね帽子がやっぱあるんで、で伊丹さんやっぱご自身も話してたんですけど、やっぱとあの帽子がトレードマークなんで結構気づいてもらえるらしいんですよね。で俺は
採点の会場に行ったんですけど、ちょっと会場に着くの遅れたんよね。髪切ってたし、切ってもらってたんか、切ってもらってて、で採点、そのなんだろうな、髪ちょっと俺色薄くなってたから、ちょっともう一回抜いてもらおうかと思って、そのハイライトね入れてたんですけど、それでめっちゃ時間かかって採点会場着くの遅れてね、実はあんまり喋れなかったっていう、あのいろんな方とに話しかけていただいてあれなんですけど、ただよくみんなわかるなって思った。なんか俺あんまその伊丹さんで言うと、そのなんだろうな、伊丹さんで言うところのトレードマークとか自分あるわけでもないのに、結構話しかけてもらえて嬉しかったですね。なんかそれで話しかけてもらったんですけど、でもあんなに話しかけてくれるんだったら、もうちょっと早く行けばよかったって思ったね。会場に宴の時はそうしよう。で、オッケー、ミンリー来ると。でこれニルス行きてえな。色どこに来る？そう、それでね、そう話せなかったっていうのは、まあ、もともと仲良かった人たちとか、そういう感じかな。そう、いろいろ話しかって、いろいろね、なんかね、もっとこう時間あったらたっぷり話せるような空間とかもあったと思うんですけど、ちょっと俺が行くの遅れちまったばかりか、若干不完全燃焼になっちゃった。ちょっと もうちょっと早めに行こう、次からは。さあ来い。うん、ほいでや。オッケー、ちょ、これ風邪ひきてー。まあ、別に風邪じゃなくてもいいや。これもニルスコンボでバチコリ行きたいですよ。ボルグー。これどうしようかな。まあこうか。さすがにボルグちょっと切りたくねえな。はい。はい。はい。オッケー。いやーめちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいペース。これワンチャン B4 ボルグまでだったね。もう二列コンボ何回も使うみたいな。ワンチャンね。いや次だな。次 B4 いっか。おお。たまんねえ。えぐいね。やるやん。やるやん、このフィン。強い。あっ、ルシーいた。月ルシー。待てよ。月ルシーか。これだ。B4 いってよさそうだけどな、バットウィン。あ、でも左下 X で回復されちゃうきちいな。いや落ち着こう、落ち着こう、大丈夫。あの バリア張れば多分2手耐えれる、余裕でいける。落ち着こう、ここ一回落ち着きます。大丈夫大丈夫。相手目線ここベルーが打たれても俺多分耐えれると思う。3枚でしょ。でバリアあるから、パーラ、あパーラ強いけど大丈夫。さすがに2手耐えれると思う。強い、うん、俺は引いてないんでね。でこれワンチャン飛ばしに行けないかな。4400。あーでも色次第だな。あーでもこれ風邪ひいちゃうと、でそもそも風邪ひくけど風邪ひく。いやでもこれ逆にいいか、これこの方がいいか、逆にこの風に乗ってっか。待て、落ち着け。いやもうこれでいいや、これいいや、もうこれでいいや。逆に乗ろう、この風に乗るんだ。いけー、1。でも HP 半分以上残ってる、さすが風で。4400がもうこの時点で約束されてるんで、オッケー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 。でもう一度バリアを張ろう。なんならここで飛ばしたいよ。よしませー。うん、そういうことね。だったらば800、1500、これが一番強いな。なるほどね。アベル打つか。アベルっていいやつよ。これでいいや。遠征行きます。これで多分大丈夫。うん、これ大丈夫大丈夫大丈夫。次飛ばせるっしょ。アベルあるし。で、B3 耐えれば、B3 じゃない、F3 か。F3 耐えよう。ねえ、ルー、マジ？いや、さすがに耐える。俺のバリアで受け止める。よし。あぶねえ。まさかのパーラメーレンか。よかった、ヤンドーラが。そっか、ヤンドーラ使えないもんな。いや、ガチヤンドーラ使えなくなったの結構でかいな。でも今のはちょっとルシファーの使いづらさちょっと出ちゃったな。あれね、風邪じゃなくて、風邪ひかないとエキゾナ最大火力出ないんだけど、風邪ひいちゃうとルシファー回復になっちゃうっていうジレンマが出ちゃった。OKOK、まあ。高校で結構手駒回りが良かったな。風が。そう、花鳥風月、風事故問題マジであるからな、昔から。ずっと使ってて、分かってた。風マジでね、風伝説なんでね、すぐ事故るから。
タイガーハートさん。はい。うわ、これタイガーハートさんですね。ティアマト即流ですね。なるほど。お、これもルシ強いんちゃいますか。これルシ強いんちゃいますか。これワンチャン、あー、うん、ちょっと待てよ、相手の初手はガトーか。うわー、これどうしよう。 X 行くか、縦行くか。いや X で良さそうだな。 X にしよう。響き打って一回2ターンスキルからいっか。でそれルシ打ってもどうせすぐ取られるんで。でこれ上行ったら D6 ルシ絶対強い。上行け。いや多分浮かねえ。そう、俺コンボ弱いからな。いびき上行った。じゃあもうルシだ。ルシ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  D6 行きます。でできれば鳥、鳥が一番いい。鳥になるのよ。あー、お前花びら、まあ、ルシは花びら大回転はしょうがないでしょう。 OK。 うーん、花びら軽く低いんだよな実は。まあでもしょうがない。永続デバフいきます。 10% で次のターンから効くんだよな。ランタイ引かれてないのはありがたいが、ちょっと色事故っちゃったな。マシャーなし。 OK、 貫通使う。 OK、 バフじゃないのでかいですね。でここから 10% オフです。そして俺は 10% アップです。花ちょっと月と鳥か。1800弱いな、さすがに。焼こうか。で一旦色集めたな。色集めた。 OK、 ランタン引かれてない。で 10% デバフどうだ。A4 来たら A2 アベルとかでも良さそうだけど、この 1.8 倍つなぐか否か。つなぐ。 OK、 S ゴマじゃないのでかすぎ。 A2 アベルで良さそうかな。 B4 で組まれるけど引き次第か。あ、でもこの手駒だったら A2 アベル、 A2 アベルだな。 A2 アベルやな。 F4 から飛ばしに行けねえな、さすがに。さあアベルプラスルシファーどうだ、このデバフで。しかもこれ量も終わってランタイムロ。よし、耐えれる絶対に。2ターン耐えてみせる。ジェン持ってたらジェンから、おお。いやでもそれコンボ 1.7 しか来ないし、ルシファーが生き残るであれば大丈夫。大丈夫だろう、ランタイかれんかったら。月月月月月月、よし、素晴らしすぎる。次ニルスで終わらせるぞ。ふっ、で3600、素晴らしいね。ランタイブロ、よし、飛ばせるもんなら飛ばしてみんしゃい。なんならワンチャンランタイ来ても耐えれる説あるか。オッケー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 、よし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 。竜属性になったはずが、まさかの竜属性自体をメタルような性能になったルシファーっていうね。まあそういう部分もルシファーらしくていいじゃない。くらえ。オッケー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 。なんか勝てるな、花鳥風月強くね、強くね。素晴らしい。めっちゃ勝てる。オッケー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 。いや調子いいな。これ1300ポイントいけるな。これ勝っちゃおう。勝たせるわ。1800ポイントに俺は行くんだ。アイリーバー。あれか、この青ちっちゃい兄してるあたり、あれですね、エンデバーみたいな感じですね。よろしくお願いします。メルベか、メルベ対面ルシファーよりは他のコマの方が強そうだけど、まあいいでしょう。これアベル打てってことか。上等じゃねえの。食ってすぐ寝ると牛になる。しょうがねえな、俺も新しいスタンプ送ろう。お久しぶりです。いやー、お久しぶりです。見ましょう、ジム。オッケー、一旦ごちそうさま聞こえないと。来いや来いや。いいっすね。色は、あー、色事故だ。これがあるからな、花鳥風月ってやつは。困ったもんだよ。かー、これキドナどうしよっかな。ちょっとたまには C 行くか、やってみようぜ。ただ正直俺メルベタイムの C はちょっときついと思ってるけど、いいよ、俺はちょっと色のために体張るわ。体張ります、色のために。
おう、いやこのロックでかいな、でかいでかい。これできれば鳥にともってほしい。頼むマルに、お前は鳥にな、お前も鳥にならないか、お前も鳥にならないか。あ、月、あー事故った、これどうしよっかな。でもディーゴ信号弱えな、この色だと死に行くしかねえな、しょうがねえ、しょうがねえ。ちょ、一回水飲むわ。マモン、あー、オッケー、そっち打つんだ。めっちゃ X 打ちそうだったけどな、ラッキーだな。鳥か風が欲しい。うっ、引いたじゃん。風、これじゃ風引くか、バカ、めっちゃ風引こう。うっ、もうこれめっちゃ風引くわ、びっくりするぐらい風引く。これ仮病じゃないよ、マジで風邪なんで。俺実は本当に最近ちょっと喉の調子悪いんだよね、冬場で乾燥するから。あ、それね、実はですね、その変身ね、これちょっとやってあげるか、分からせてよっか。これ変身するからコンボね、発動するんですね。やるしかねえ、鳥、よし、俺は鳥だ、行くしかねえ。しよしよしよし、これね、変身なんでコンボ運効かないんですよ、このターンだけ。でかすぎる、これ。ちょ、これやるしかない。これはさすがにやるしかない。ルシファーの持ち味を生かすぜ。変身なんでね。さあ、これね、ボルグね、パッと見 D6 で取られるじゃないですか。大丈夫です。これね、鳥を揃えたのは狙いがあります。ボルグを取らせて、左下 X にリュミネット狙います。で、英語来たら角に行ける。っていう感じで狙ってみます。よし、イグナス打ってくれ。ただ英語で取られるのも事実な。ただこのね、進行の場合ね、何がこっちありがたいって、相手の骨が増えないんだな。さあ、ダメはそっちか。オーケーオーケー、ニルス行ってもいいな。風か、うん、これニルス行くか、ニルス行こう。で、ちょっと考えます。これ、あ、 F5 がだるいんか、 F5 だるいから、いや、そうだね、 X だね。よし。これルシファーのめっちゃ強いとこじゃね。出したターンだけコンボ封印無効です。さてと、今の間に計算しておこう。3700コンボで出せるって書いてるな。3700プラス、3700ってなってるよね。3500か、ってことは4300の4300、5500、7500で、あ、こっちのが出るのか、ルシファーのコンボのが。7500の2枚で、7600で、あ、いけるね。よしよしよし、いっちゃおう。ルシコンボが強えって話だ。暗いな。で、地味に今、あの物理のダメージ上がってたのはでかかったね。あの、アタックアップ。あ、いいっすね。ちょ、これルシファーのめちゃめちゃ強いとこだな。あのコンボ封印。いや、強いね、思ったより。いいっすね。いや、実際だってさ、これ高校とかで B3 信号になった時にグノ打たれても大丈夫だもんね。あ、そう考えたらまあまあ強いな。出したターンコンボスキル封印されないっていう。いいじゃん、変身スキル。これ本当に必要なんでね。変身前と変身後は別キャラ扱いなんで、変身前のコンボ封印は変身後は、あの、一新されるんで、上書きされるから大丈夫。ミューズとかにも、あの、言えることなんで、これ注意しましょう。来ました。さーて、花鳥風月 VS 神ターン。デバフの部分で差をつけていきたい。ルシファー2ターン目に引いてくれ。ほら、引いてら。KJ ファン。KJ ファンさん、よろしくお願いします。じゃあ、俺が代わりに、KJ さんの代わりになるわ、今から。あのね、これ結構たびたび配信とかでもちょいちょいやるんですけど、俺 KJ さんのモノマネちょっとだけうまいんで聞いてもらえますか。あのね、でも KJ さんさ、オセロニアの、あのプロデューサーとしてね、活動するのもやっぱこの今オセロニアって7周年来てるじゃないですか。で、年々あのプレゼンが上手くなってるなって思うんだよな。で、採点の時とかさ、すごいなんか盛り上げ方とか、あの、俺 KJ さんの盛り上げ方大好きなんですよ。だからなんか年々やっぱ7周年迎えるにあたって、自分もね、7年同じね、次日を
やっぱそのオセロニアと過ごしてきたんですけど、なんか年々プレゼンのレベル上がってるなとか思うんですよ。でもあのそんなプレゼンのレベル上がってる KJ さんの昔から変わらない挨拶があるんですよね。もうこれだけはずっとこうもう なんだろうな、オスオラ悟空みたいな、あっしゃ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 いたないです。そう、あの言うたらオスオラ悟空みたいなニュアンスで使ってる言葉があるんですよ。それが逆転オセロニアプロデューサーの KJ です。これもうこれだけはこれだけはねもう揺るがない、何があっても逆転。そう、あのこれね、あの言い方があるからね、逆転オセロニアプロデューサーのじゃなくて逆転オセロニア、ああ俺のルシファーに対してビューズを張っときチュー、やるじゃんやるじゃねえか。ちょっと待って、これ色揃ってないのまずいな、地味に風か。ちょこれあー、いやーこれ回復してる日もあるかな。90、ちょっとこれもうニルス打っちゃうか。こんだけバフかけられてるからもう俺もこの後エツゴマ引くぐらいの勢いじゃないと多分勝てねえ。ちょっといくわ、これニルス逆に勝負するわ。逆にここニルスで勝負だなやべえな、そのバフのかけ方、さすが KJ さんファンのギャル。あー、さらにバフを手に入れていく。頼む、これゲーブロックいけ、ゲーブロックで花か突き止まれ、ユメと引いていく、ナイス。でここの木花、ちょっと待てよ、考えろ。いやってても花以外ありえないな。ただここニルスったのは良かったな、あの結果的に戦機解放で結構アド取れた。よし、悪くないっすよ、このニルスいいっすよ、このニルスめっちゃいい。よし、めっちゃいい、戦機解放でアド取ってって、ね、リミエット打ってって感じでいきたいんですけど、いやー俺のルシファーどこまで頑張る、お前のデバフえぐいどこまで頑張る、これ地味 C1 やばいな、 C1 打たれたら俺E3 で勝負しないといけないな、右下 X 耐えないといけない。 OK、 ピリカ切っていく。でここうーんつっても 1.7 倍の2枚返し、頑張れアベル、鳥か、うわー、こんなアベル打ってる暇は果たしてあるのか、果たしてあるのか。ただこれリミエット打っても多分勝てないな、次のターン引けないな、しゃあないな、アベル打つか。でアベル打ってちょっといや、ちょっと2ターン耐えないと無理だな、一応次ゾッと打ってからリミエットっていう筋が残ってる、一応ね、それしかないな。ルシファー頑張れ頑張れルシファー頑張れ、うーいや待て、まだ参る、マジでまだ参る、マジでまだ参る、まだ生きる、マジでちょこれ多分お前色鳥ま、待て、勝ち筋はこれ回復しても勝てないっすね、多分これちょっと火力出さないと無理っすね、あのリメットの火力で次飛ばせる状況まで持っていかないと勝てない。いやって考えたら逆にゾッと打ってトップのオーラじゃないわ、色に揃えた方が良かったかな。これ A3 さすがに飛ばされるな、ルシファーのデバフ込みでも。いやでもアベルが変わってるな、ワンチャンない、これ VS、 はい、えミュー ランミューズブギー、あー終わったー、全てをなぎ倒されたわ炭治郎終わったー、こりゃしょうがねえ。いやでもワンチャンヘンデコだったら耐えたんじゃねえ、アベルもかかってたぞ今。いや今の B6 良かったね、うん、そうだね、アベルかかってるって考えたら、いやでもよかった、あの威圧とデバフ頑張った、いやマジルシファー頑張った、さすがに炭治郎無理だな。どうなんだろう、エンデが耐えれたんかな、ちょそこだけ気になるな、そこだけ気になるな、今炭治郎どんぐらいくるか出してた、マジで気になる。言うてでも出が火力結構出るからな、炭治郎そもそもの火力がさ42とか43とかだっけ。いやどうかな、わかんねえわかんねえ、はい、さっきちゃんこれシアン来たな、 X いっか、めっちゃ生きてえ、とりあえずあれっすね、初手銀座ありがとうだな、ありがとうな、通信長来た、よし、こいや、認識、一種系、ちょこれ、いや、ちょっとこれ X やめよう、降りるわ、
じゃあ今回 X 降ります。この意識を初手のこの意識見た瞬間にちょっと今俺はビビってきた。ワンチャン神デッキ説がある、ワンチャンねってなった場合 X 行くのちょっと怖いな。まあまあ、うん、いや大丈夫大丈夫、何でもちゃんと立ち回れるから任せてください。くっニュースやね。これ月か風が、風か、早めに風邪ひいていいな。引くわ、行きます。よし、うん、最後最後です。んでどっち来る、とりあえず色を意識していきたいな。もうリメット手駒にあるんで、色重要、色大事。来いよ。やっぱ紙デッキだったね、読み通り。俺の経験上、あの執念意識を入れてるシアンはね、紙デッキ濃厚なんですよ。これが経験のに基づく力だ。これが経験に基づく力だ。で、紙デッキってなった場合、相手のシアンの召喚のコンボあんま強くないし、 D5 打つ手駒でもないので、これ B さんからいきましょう。今のところ結構理想的な動きですね。色も全部揃ってる。さあ来いよ。 B4 来たら左下 X から行って、おっとコンボ封印マジっすか。ナルクレさん入れてるタイプか、ちょっと厄介だな。花びら、まあとりあえずこれ花びらで取って色貯めながらリミット狙うか。一個問題があるとしたら、こっからコンボ動線組めないかも。ニルスのコンボがないんで、こうなったらコンボなしのガチンコバトルだな。ガチンコバトルだ。オフ、やるな、まずい。スティリアかー、ちょっと強いっすわそれは。ルシファー引いていく。これルシファー風邪引いてもいいよ。月か、まあいいでしょう。ルシファー出そう。で、2600？ まあまあまあやな、まあまあですわ。よいしょ。ちょっときつい、正直。スティーリア強えな。正直ちょっときついな。取り出す今も。おお、アンチヒール。いや。一周回ってこのアンチヒールチャンスに変えたいな。ここに取り引いてくれてもいいぞ。取り引け、素晴らしい。ちょっとこれもうリミエット行って次なんか引いて飛ばすしかねえな。あーでもこのデッキトモル入ってねえんだよな。いやでもこれリミエット以外ありえないっすね。もうリミエットこれ最大火力出せる盤面なんで、これリミがありえないな。で威力打たれて、いやちょっと火力足んねえか。頑張れ。いやニルス俺振っちゃってんだよな。いやきついな、これちょっとやべえな。右上ルシじゃなくてあれじゃないと、エキドナじゃないとダメだったな。これ威力打たれてジジイだな今んとこ。まあ2ターン耐えるしかないっすね。でヤンチール打たれてるから耐えるのもゲボロぐらいしか防御札ないな。威力くるね。いやちょっとユセルミ強えな。オーマイガー、フレブ最強だ。フレブ最強だなそれは。あーこれ負けたわ。 無理だ、絶対飛ばせねえ。くー、ユスヘルミ強かったわ。やりますね。まあ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 、これ無理です、しょうがないわ。まあしょうがないな、ちょっとルシファーの弱いとこ出ちゃったな。さすがにシアンタイムあんまり変身後のスキル仕事しないし、ちょっと S 駒としてはちょっと心もとない働きだったな今のは。しょうがねえな、うまい。まあでも実際これルシじゃなくてチュポンでいい説はある。回復とかできたり結構器用なことできるんですけど、シアン見るならなおのことチュポンで火炎刺さるし、バフタイム見るにしてもチュポンでいいっていうところもあるから、まあぶっちゃけチュポンでいいかなっていう感じはするかな。あと HP 低いんでね。まあでも悪くはなかった。コンボ封印にされても、コンボ強いんで、ティポンとの差別化はできてるかなっていう感じはしますね。悪くなかった。コンボ封印から変身で解かれて軽く出すっていうのはね、なかなか良かった。まあそもそもルシア相手で、
コンボ封印そんなされるかどうかなんですけど、まあ、でもそれで一回ね相手のターン数がずれるなら、まあ、上等なんで、ってことでよかったら皆さんもルシファー使ってみてください。リュウのルシファーね悪くなかった、よかったら使ってみてください。なんか他のエースゴマとか持ってない人はいいかなと、優先的に使いましょう。ということでこの動画面白かったって方は高評価チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。